ます。皆さん納税来年からちゃんとします。失礼します。こちら迷子なんかやってるんでしょ。リスナーがねロビンソンと電話したらしくて、で俺があの前にね暴行したとか言ってるんだけど、その前のリスナーなんだよねあれ、うん、でちょっと今更なんだけど、あの足をつねくったりして多分あざができてた話じゃない、それを多分今更になって言ってるんだと思う、うん、でそのサンちゃんっていう女ね、うん、であのサンちゃんっていう女はひたすらあれなんだよ、いつも俺の家にいる時も前がずっと電話してる人いたでしょ、あれがサンちゃんなんだよ、うん、でいつも洋文リスナーって言ってるんだけど、もうガチで眉リスナーだね、うん、そうで俺のコラボにも上がったことある、今でも粘着されてるんだと思うと気持ち悪いね、うん、あのさ名前出さないでほしいよね、わざわざなんか関係ある俺今さらさ、でもともとアコチだね、うん、名前変えてサンだね、で残念なことに前と付き合ってる時、眉もあの電話無視したりしてて、なんで電話出ないのって言ったら話が長いからって言って、うん、話が長いって、うん、アコチだよあれ、アコチ名前変えてさんですよ、で配信始めたけど全然ダメだ、うん、マジでやめてほしいよね、だってさなんかあざになってるみたいなのはさ付き合ってる時から言ってたことじゃない、でゼロワンにつねくられたってもう眉が言ってることじゃん、レクサス大佐だ、はい、ありがとうね、特命ちゃん、俺がよくつねくるとかさ、で大事なのって俺自分がつねくる以上に殴られてるから、顔面肘鉄されたり殴られてる回数は圧倒的に多いのが多いよ、じゃれ合いでしょ結局、じゃれ合い、カラオケの時はグーで顔面殴られてるからね、グーパンされてたりとか、うん、で俺は女に手出せないじゃん、だからつねくったり抵抗するんだよね俺は、ファンタスティック、ただそれだけよね、うん、あファンタスティック誰なの、なんでアイテムに爆反応するの、それは言わないと、アイテムにしか反応しないだ今ひどいよねその言い方、ひどいよねって やらしいよね、やらしくはない、はい、自分が説明してアイテムに俺が反応するからそれでいいじゃん、パワーバランスっていうことなんですよ、だから暴行っていうのは前から始まってたことだし、前が言うならまだしも、ああいうねリスナーに言われてね、名前出されていい迷惑だよはっきり言って、うん、で今さら前がもし行ったとしても別れてもう何ヶ月経つのって話よ、違う、ありがとうね乙女ちゃん、もう別れて3ヶ月だぜ今さらじゃない、そんだけでも前はゼロワンのこと好きなんだろうね、俺と付き合ってる時からもともと養分リスナーとか言って、養分リスナーっていうことによって養分に守られてる感を出すわけよ、わかる、うん、あのコレリスがコレリスアピールするのと一緒よ、なんかあったら私には養分ついてるからねみたいにアピールをしてるんだけど、ファンタスティックスケレクサス、ファンタスティックスケレクサス229号さん、どうすけ
レクサスファンタスティック肌だったんですよ。だからレクサス暴行ってね、そんなね殴ったりしたことないからね、みんな。うん、であとロビンソンとねイギリスとかバチバチやるのに俺を巻き込まないでほしい。うん、2人でやり合うのはいいんだけど、巻き込まれてる感はあるね。でもね、これはないっす、ネットないっすっていうのはあるかな。だからリスナーさんも変に名前出さないでよ、俺の名前を、ね、いやでも出る名前はもう出るよ。タヌキツネやってるやん。爆投げありがとうございます。サイズ229号さん、爆投げでエクサス、エクサスだ、よしよしよし。人のリスナーにちょっかい出すよ。ちょっかいっていうか感謝の気持ちでしょ。自分の枠でやりな。やってるじゃん。俺の枠はいいよ、そんなやらなくて。だからそこら辺じゃない、一緒にいるのに。え、自分は時系列の説明、俺はアイテムに感謝。ガラガラクジありがとうございます。これは必要だって。ガラガラクジありがとうございます。バカッパですし。ガラガラな人つきレクサス2頭です。みんなでレクサスだと思います。で、サンって女は、眉を大事にしなかった俺にいつも怒ってたから。うん、大変だね。うん、濃いよね、でも今からね、まだ229号さんのやつあります。だからロビンソンと俺が和解せずに俺を訴えて俺をね地獄に落として欲しかったんだよ。うん、俺も大嫌いだよ、はっきり言って。あいつのせいでうまくいかなかったこともあるよ。あの2人でさ、いろいろ喧嘩してるじゃん。したら間に入ってきてさ、俺としたらめんどくさくない？うちのリスナーって喧嘩してて中に入ってくる？配信外でも電話してきて入ってこないよね、いくら眉がムカついても。でも配信外でめちゃくちゃ間に入ってくるんだと、鬱陶しかったよね。もう粘着しないでほしい。でちょっと今からの展開なんですけど、あの女の子来ます。マジ？え？展開来た。いや、もともと帰りますよ。え？寺さんも帰ります。何、一緒にいたいの？え？何ですか、寺さん。いや、だからすごい家に連れてかれようとされる。違う違う、だからそばにいてあげてくださいっていうゼロワンリスナー、ゼロリスも何人かいる？ぶっちゃけ悪いですよ、俺の枠で。誰？それはあの匿名で来てるわけでしょ、狐枠やって俺の枠で。誰？それは言えない。それはまあガチで言えない。そういうこと言わない人だから。俺と一緒にいてあげてってやつ、うん、じゃあいいっすよ、僕は帰ればいいっすよ別に。僕は一人、もともと一人でやってる配信者だから。どうするかって言ったら、ちょっとたかしの家行こうかなと思って。一緒に行く？いや、奥村さんはいいっすよ。え？多分、会わないと思うんで、奥村さんと。お会いできて、ムーミンかな。どつけー、アレクサ・サダスです。たかしの家乗り込もうかなと。何が？部屋電話また。いや、まだ確定してない。嘘。そう。部屋電話がすごくない？いや、家行っていいって言ったら、家来ていいよってたかし連絡あったんだけど。たかし家来ていいよって。だから俺も女連れて行こうかな、新キャラをね。うん、でうちのゼロリスだから、いかにうちのリスナーが有能か、うん、いかにユアがダメか証明しに行こうかな。ロビさんが電話して俺剥奪されてるわ。イベント電話してきたらいいじゃん。いや俺帰るわ。剥奪されてる、うん、なんで？配信停止も何もないのに。なんで剥奪された？剥奪されてる。なんで？理由は？審査について。理由は？ふわちくんのぶらりた配信旅巡り、ご当地雑誌
審査において不適切な事案が確認されたため代理店と協議した結果ランキングが除外。納得できないね。納得できない。だって俺家でキーボード弾いてただけだもん。ん？この前のコンニーの件じゃないの？コンニーの件関係ないじゃん、それは関係ないじゃん、コンニーの件。1位だったんじゃないの？1位剥奪？剥奪。どうすんの？上問いかけるわ。問いかける？問いかけるって。これ来てるじゃん、8時に。問いかけてどうすんの？問い合わせない。いや、おかしいでしょ、キーボード弾いてるだけだに俺。なんで剥奪？おかしいじゃん。ちょっと皆さんお願いしますよ、なんでおかしいじゃん。おかしいだろ、これは。何も悪いことしてないじゃん、俺。悪いことしてないもん、俺。ポニーの件じゃない。いや、ポニーの件で関係ない。ポニー、俺悪いことしてないじゃん。ちょっと面白い人のやつお願いします。940のやつ。じゃあどういうこと、これ。問いかけるらしい。ポニーの件、どういうこと、これ。ポニーの件だって。何ポニーの件って。あれ、トラブルになった件だ。トラブルって、俺被害者だもん。不適切だったんでしょ。知らんけど、ねえさんや。帰るわ。え？帰るわ。お疲れ。別にお願いした方がいいよ、問いかけっていうような。皆さんお願いします、問いかけてもらえますか。すいません、3000名様。私は家の中でずっとキーボード弾いただけです。この剥奪はおかしいです。運営の方に問いかけてください、お願いします。家でキーボード弾いてるだけです、本当に。笑うとこじゃないって。お前も来てるもん、本当に。見てって。謝らない。これはおかしいじゃん。謝らないと。お願いします。いや、謝らない。何を謝るの、悪いことしてないのに。剥奪されたじゃん。リスナーに、応援してくれたリスナーに謝らないと。ちょっと待って、家でキーボード弾いてるだけだって。それでも謝らないと、応援してくれたリスナーにね。何、不適切な事案が確認、どういうこと。運営さん、アーカイブお願いします。謝らないと。やっと1位取ったの、俺。去年の9月以来。そう、久しぶりの1位。運営さん、どういうことですか。家でキーボード拾うだけで。ポンニーってやつはずっと安置してきてるよ。それ以外心当たりないんだ。ない。ない？ない。キーボード弾いてるだけだもん、家でずっと。あれじゃない？配信停止、俺のあの太ももで。あれは関係ない、イベントの後じゃん。イベント中に出来事ってないじゃん。イベント中の出来事、何もないの。ない。どうすんの、これ。ここからイベント出れないじゃん。ないんでしょ。ないのに剥奪されるってことだ。イベント出るって、別に配信中バンジーもないし。毎回剥奪されるやん、心当たりないんだったら。違うの。そうだよね。もうイベント出ない方がいいんだ。出るって。出るもん。俺の気持ち分かるんだろ、お前は。でも原因が分かんないと。原因が分からんって、これは。でしょ。どうやって問い合わせよ。出たらまた剥奪されるじゃん。なんで剥奪されるっていうの。煽るなよ、お前。煽るって。もう帰るよ。原因を怪しんだ。ひどいな。どこ行ってまったの。剥奪されて戻ってきた。何？慰めるよ。慰めるよ。笑っとるけど。どうしたらいい？俺が何をやったの？わしが何をやったの？悪いことしてないよ。何もやっとらへんって。皆さん、すいません、問いかけてください。すいません、お願いします。
問いかけてもない、問い合わせ、問い合わせください、すいません、お願いします。なんで剥奪したのこれ、何も知らんのよ俺。問い合わせるみんな、だって何もしてないもん俺、かわいそうじゃん。家でキーボード弾いてただけです、本当に。家でキーボードを弾いてただけです。これ見ていい、これ、ええ、うん、そう、この家で キーボード弾いてただけでごめんなさいわって。あ、なんしてこれ。キーボード弾かない方がいいんだよ、あれじゃ著作権じゃない。違うよ、著作権、キーボード芸できないじゃん。だって弾いてただけなんでしょ、だからキーボードが煽るな、お前もな、煽ってないじゃん、煽るな。そうじゃん、てめえはなんか配信停止ならんか知らんけど、だって他にないんでしょ、ゲーム。ちょっとおかしいぞこれ、ちょっと著作権じゃないの、しまじろうね、わおわおわお、違うだろ、それアムチもそうなるだろ、だったらどうなっとるんやこれ。他に何があるの、キーボードに謝った方がいいんじゃない。違うってね、謝りね、どういうことこれ、リスナーに一言謝った方がいいって。まず、いや謝りも何も悪いことしてないもん、今回はめられてんだよこれ。じゃあ開き直るってこと、アンチやられてんだよ。じゃあイベント出れない、出るよ、また剥奪されたらどうする。なんでだ、悪いことしておらんねやぞわしは。でもなったんでしょ、今後1位になってもまた剥奪されるよ、可能性はゼロでもないよな、ね、じゃあなんやそうやってお前、なんや関東で、関東にやり方か、お前も関東出るべきじゃない、いやろお前も、慰めてくれねえんか、慰め、どうやって慰めたの。よし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 、なんおかしいだろ、剥奪ってこれ、何もやっとらへんのに。謝った方がいいか、リスナーに。何を謝る、何をやったの俺。こういうことになってまず一言謝罪をして、ちょっと問い合わせするねって言った方がいいんじゃない。うん、それは、うん、腑に落ちなくてもね。じゃあ違う、聞いてるよ、応援してくれたリスナーにもう申し訳ないって気持ちでしょう。アンチが多いのも自分の責任や、せやろ。なアンチの通報があっていいね、いや吉の通報があって剥奪されるのおかしいじゃん、そんなの。リスナーを煽るからアンチが増えるやん、自分のせい。いいとこ取りだな、そうやって関東だな、やり方が。少しはね、やっぱ悪いところあるでしょ、関東にやり方やな、それ。謝った方がいいな、キーボード。織田の件もそうだしね。関係には、織田の件は、これは。ポンニーもそうじゃん。ポンニー向こうが何年もやってきとんだって。ポンニーも先に煽ったんでしょ、自分で。もうやめてくれって言っとるわ、ポンニーに関しても。被害者やって。初めに煽ったんだろ。煽ったわ、そうだって。うん、自分が悪いじゃん。いいと踊りだ。これが関東にやる政治とお前も一緒だよ。自分が悪いじゃん。ファイルの対魔。帰るよ。